庁防災班の河野と申します。皆様から、の思いの詰まったですね、こちらの方関係者の方で共有させていただきますので、引き続きよろしくお願いいたします。せっかく去年こういったすごく網羅された支援法ができたにもかかわらず、なんかやっぱり読めば読むほど、その理念っていうか、生かすべき点がちっともなんか生かされてないで、私たちの声も何度も届けてきたはずのこともやっぱり反映されてないんだっていうふうにちょっと改めて、失望してしまうというか、こうやって置き去りにされていくのかなっていう、いやちょっとそれは勘弁してほしいなっていうふうに思います。今持ってきてないんですけど、あの金沢、はい、金沢あ、はい、はい、ですね、先ほど要望書を提出、緊急署名を提出させていただきました。で、私たちとしてはですね、副校長がですね、8月30日に発表した基本方針案については、これはですね、手続き的にも内容的にも問題が多いと思っています。健康管理のところ不十分とおっしゃるかもしれないんですが、健康管理のところとか、あるいは細かい話かもしれないんですが、 NPO を通じた孤立されないための被災者が孤立されないための施策とかですね、住宅についても公営住宅という全く新規の切り口での施策とか、いろいろそのあたりいただいたご意見の範囲で、特に施策がどういうふうに打たれるのかっていうのが一番重要だと思ってますので、そういう意味で、それなりには盛り込んだつもりではおります。だってもう残り何日かでしょ。どうやって知らせるんですか、被災者に。ですので、なるべく多くの方に、どういう知らせを入れるか、早く決めて候補してくださいよ。それも含めて検討しています。週間しかない。福島みたいな田舎で13時間で周知できません。都会の方とは違うんです。避難者はどうやってくるんですか。避難者の意見というのはどうなんですか。避難者の意見、まあ当然パブコメありますので、そのパブコメ、インターネットのある人どうするんですか。その時に e-gov で見たんですけど、すぐ何行か上に泡盛の表示っていうパブコメと釣り竿の表示っていうパブコメ、たまたま私見つけたんです。それは1ヶ月間なんです。そして窓口があって資料を配布しますって書かれてるんです。泡盛以下ですか。釣り竿以下なんですか。どうい、皆さんが真っ先に説明すべきなら被災者の皆さんだと思います。説明だけじゃなくてね、きちっと対話をしてほしいですね。そうですね、何のために今までね、やってきたんですよ。どこで公募してますか、このこと。ちょっと、なんか紛糾しちゃいますね。紛糾じゃなくて説明してよ。ちょっと改めて、はい、改めて、今のね、どんどん